4時になりました。ニュースをお伝えします。東京都の関係者によりますと、今日都内で新たに48人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたということです。新宿区のいわゆる夜の繁華街で接客を伴う飲食店の関係者が集団検査を受けた結果感染が確認された20人が含まれているということです。